はい、お疲れ様です。お疲れ様です。朝から元気で自然体で行こうぜって言ったのに、朝から元気で本日はですね、はい、まあ、ちょっと今午前中みおちゃんがなんか頭がシャキンとしたということで朝活したんで、すっきりしてます。朝活した？はい、朝活ってパパ活みたいな朝活昼活って言うんだよ今まあ喫茶店でコーヒー飲んだだけでなミーティングしたよね。そう、一周回りながら、まあ、こういう YouTube の話とか、まあ、今の会社の現状なんかも話しながら、よくうちで YouTube で出てくれてる西村君、ニノスの社長さんだな、はい、リフォーム会社の社長さんの仕事を今回、はい、まあマンションの外装工事だよな。そうですね、うん、防潮なんていうんですかね、あれ超だろ、多分鳥って超だろ。防潮ネット、防潮ネットだ。某なんとかって言うやん、某某男性がとか言うじゃん。某、ね、ってあの意味あれかと思ったら、なんかお坊ちゃまとかの某思いつかなくてお前バカだろ。ね、本当、そういえばさ、視聴者にバレるぞ。そういえばさ、あのミオ、準備満タンって言ったんだけど、準備満タンって言ったじゃん、うん、それめちゃくちゃバカにされてんだけどね今ね。その地元のさ友達にも、うん、本当に頭悪いって言われた。準備満タンはやばいでしょ。そう、ね、だから漢字みよ LINE で打つときに漢字出てこなかったんだって多分。そうだよな、準備満タン。だからみよ準備 OK とかになっちゃうんですよ。それじゃあ皆さん、こんなバカな2人でお送りしていますが、楽しいですね。今日はまあそのね、ニノスさんからね、そうそう、まあ、リフォーム工事をいただいて、はい、外装工事いただいて、まあ、ほぼほぼ9割、10割完成なんですけど、ちょっとすごい面白いことがあるんですよ。うん、まあ、これちょっと見ての方が楽しみかな。そうですね。うん、見ての方が楽しみ。まあ、ちょっとインスタとかで見てるかもしれないけど。インスタとかではちょっと一部上がってるんで、お前のミオのインスタで上がってる。ミオも上がってるし、河合さんとか花井さんとかも上がってたから。やっぱ感動だよな、あれはな。いや、なんかね、なんか想像よりすごいから。あ、そう。俺まだ一回も見てないんだわ。あ、出来上がったやつ、うん、いや、あの、ニノスさんの方がめちゃくちゃおもろかったですよ。マジ？じゃあ、あの、ガテ、その方がっていうより、この面がね。ああ、そっちの方の面はおもろかった。あ、そうだよな。で、こっちは、じゃあなんかその、似てないんだろ、あんまり。塗り替え道場の方の、うん、あの小さい方の方は、うん、高速道路からじゃないと見えないんだよね。ああ、そういうことな。そう。その駅だべな。岩塚駅っていう。あ、ちょっとほら見えるやん、もう。ああ、もう見えるやん、もう見えるやん。もう見えるじゃん。おお。おお、すごい、ちょっと遠いだけど。おお、俺が映ってる。俺が黄色いヘルメットが。黄色いヘルメットのおじさんが見えます。あ、中途やっとるやん。これちょっと後ろ入ろうか。入ろうか。近かったら見える。あ、全然見えるね。ちょっとまだ。うわあ、すごいすごい。お、俺だけなんだ。こっち側ね。こっちは俺だけ。あれ、みんな映ってないの？ちっちゃい方にみんなが映ってるんじゃない？ああ、そういうことか。そう。おお、すごい。これはすごいよ。壮観だな。え、ちょっと見える。ああ、本当だ。みんな映ってる。みんな映ってる。え、ちょっと映ってないですけど。早すぎる。ゆっくり走ったよ、お前。何やねん、お前。いや、なんかね、微妙だわ。あ、これだ。こっち側ちょっと近すぎるから、こっち側の方がちょっと気になってる。ありです。ああ、そういうことか。こうやって通らなくなるから、これが邪魔なんだ。あ、右からか。もう一周しなきゃ。お前、まさかの。まさかの。なんでやねん、お前。こんなくらいかかっとんやんの、これ。じゃあ、反対車線から見えるか、ちょっと試してみようか。そうしようか。ちょっと、お前、使えねえな。いや、今のはちょっと道路の選択ミスもあり。でもこういうふうに看板がこうやってあるじゃん。うん、こういうふうに目立つよな。うん、しかもまあまあ舐めた看板じゃん。うん、ちょっと綺麗な。県外からとか来た人からふざけとらんと思われるかもしれん。あの名古屋の景観を崩すって言ってあの訴えられるかもしれない。あの知らない塗り替え道場をまだ知らない人とかだったらさ、そうだよな、誰あれみたいな。何あれみたいな。景観を崩すって。で調べてくれたりする人ができるかもしれない、ね。そうだよな。ただしもうまいなあいつな。うまいことやっぱ俺らが映らん方向に持っていやがったな。おーいち。悲しいお知らせです、視聴者皆さん。これはやらかしてしまいました。高速間違えて。うん。降りれなくて。お前と同じです。もうお前に文句言うよ、これ。女ボケしてます。女ボケしてねえだろ、お前。撮影に集中してるもんね、お前。なんだったらお前、アシスタントのお前は言わなかった。ああ、俺のとこだよ。言わなかった。すいません。喋るのに集中してる。結局お前が悪いってことだよ。すいません。もう一周行きまーす。今度はね、あのね、さっき看板見たあの反対側から、はい、ちょっと見れると思うんですけど、帰りがね、ちょっと間
真面目な話をさせてもらうと、3月23日にオンラインイベント、23日の6時から、はい、オンラインセミナーを開催します。はい、イエーイ。お前やる気な。そう思ってすごーいみたいな感じ出せよ。何をやるかっていうと、まあ俺 YouTube とかやって、はい、何って収益目的のよりやっぱ会社にね、これこうなったらいいよ。で俺がやり始めた時にさ、なんで会社の宣伝しないのってお客さん社員にまで怒られたわけよ。お前何やってんの YouTube。視聴者にも叩かれた。はい、こいつ何やってんの。ドッキリとか社員で喋ったりとか、はい、会社の宣伝のためだったらこんなことじゃねえだろって。はい、お客さんにも言われたし、もう社員にもそういう風にもうあからさまに陰口叩かれたもうアウェーだった。最初のフォロワー1000人2000人ぐらいだけど1年間ぐらいだよね、はい、1万人ぐらいになってから社員が動き始めたけど、最初にねまず、はい、応援してくれるようになったけど、それ何って言ったらやっぱ宣伝色がやっぱり強いと、はい、人って宣伝は見たくないじゃん。俺は見てる人にとって何か面白いものとか情報とか見てる人にとって大切なものになるようにって考えて動画を作り始めたんだよ。こういう話をいろいろ、まあね、SNS やったらどうやって自分たちの会社がプラスになるとか、一人親方でもさ、もう一人親方こそやった方がいいと思うの。うん、一人親方で、まあ、究極1万人、2万人ってフォロワーがおったら、仕事なんか腐るほどあるんだよね。うん、そういう話をいろいろできたらなと思ってるんで。それが3月23日。3月23日、たったの1000円。はい、それとコロナのマンボウで延期になった足場のイベント名刺交換会、はい、うん、これはまあ経営者の人とか4月2日、まあ、うん、企業さんが来てるし、4月2日ね、はい、うん、これはまあ本当お酒飲んで、まあ足場班はみんな来るんで、お前も来るな、ちょっとお前の顔も見てるってことだよ。え何何ってまあでもそんな不審な人はいないけど、まあ、ある程度会社やってる人とか、はい、まあ、企業の幹部とか、はい、要は個人事業主とかで、まあ、とにかく名刺を持ってきてください、はい、まあ、もちろんもう会議出してくれた人とかも、ああもう来るんちゃう、来ますか、この辺じゃなかった、どこどこ、まだ先、まだ先、まだ、まあ、全然先、ほんとに2年2年で一緒にやってんの、まあ、金額も結構するから、あちょっと見えてきた、ただし の、 宇宙が見えた、うん、ほら犬が見えるもん。おお、トラック邪魔だよおーい、おーい、あ、そうそう、出てきた、出てきた、ニノスの黄色い赤い看板だな、そうですね、うん、見えました、あ、ニノス、ニノス、おーいおーい、邪魔だよおー、見える見える見える、警察があるんですか、ヤッホー、こっちから見えるじゃん、見える、ニノスが見えた、ニノスさんが見えまして、見えますね。ああ、これ宇宙服着たことは。おもろい。リノベーションを新時代をリノベーションする。見えます。おもろい。おお、みんなよう見えるやん。みんないるじゃん。見える見える見える。で後ろ側も。おお。ああ、また降りるの忘れた。高速降り口のところにあるから。ね。逆に言えば、カスモリの出口のすぐのところにあるよっていう案内に。まあいいっちゃいい感じで。そうだな。ちょっとそれ行こう、あ、すごいね、ちょっと嬉しいよな、あれはな、へ、すごいね、感動した、感動、感動した、だって人生初じゃないかな、ね、まあ看板ついたこともそうだし、やっぱこうやって YouTube のおかげでこうやってね、まあ、イベントやったりもさっきそうだけど、であとはこのニノスさんもそうだけど、俺まあ動画で撮っとるけど、あいつと本当に柔軟で喧嘩しとったじゃん、もうお前だってオチの娘だから、ここの娘お父さんも同級生なんですよ、ミオのお父さんが、そうですね、で俺昔からタワシとかオチとかもみんなずっと知っとって16、17から、うん、でタワシとはまあ仕事でちょっと揉めて29、30年の時かな、でそこから十何年会ってなくて、で今こうやってなったんで、俺 YouTube のおかげもあると思うんだよね、みんながガツの YouTube でって見てくれとるじゃん、本当にこの YouTube のおかげとかもあるからやった方がいいよっていうのもあるし、こうやって会社がそれのおかげで、やっぱ YouTube のおかげでこうやって成長してきて、あんな大きい看板ね、もう確かにね、そんな誰しもができるわけじゃない、そう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 、こうやってつながってみんなで会社が成長していくことって大事なことじゃん、こうやって視聴者の中で本当に商売やってる人たちは、まあ、本当に SNS やってやるのもこれから必須になる、あのホームページが一時期できた時に本当にバカにされとったから、ホームページやってること
こんなんで仕事なんか来ないよって言われてたけど、今じゃ当たり前じゃない。だからそういう時代が来てる。でこれ次のあれはもう SNS。これ昔は手紙とか DM、 あの企業でいうと DM とか手紙っていうじゃん、はいはい、それがメールに変わったわけじゃん、はい、でメールなんかじゃ気持ちが伝わんないよみたいなこと言ってた時代があるわけじゃん、うん、で今度今それが LINE に変わっとるわけだね。確かに。もうほぼほぼ 99% ぐらいの人が LINE に持っとるわけじゃん、うん、大人の人は、うん、だからこの今度メールから LINE に変わってきてる。でこの LINE もこんな SNSLINE じゃ気持ちが伝わんないよ、ちゃんとメールで送りなさいなって言ってたって言ってる人まだ今でもいるじゃん、うん、俺は時代は絶対変わるよって、ビジネスマンは新しいものを取り入れながら古いものを大切にしてやっていくってすごい大切なことかなと思いますので、はい、まあ、ぜひちょっとぐるぐるぐる高速で道間違えて俺ら高速一生乗ってる。ぜひセミナー、そのイベントの参加もまだ島のその飯懇願会の参加できますんで、はい、参加の方とチャンネル登録、はい、ぜひこの動画でまた見てみたいなとかね、はい、みおちゃんだいぶ喋れるようになっていいかな、成長したなって、え、最近コメントでもみんな言ってくれる、そう、感じれるよな、みおちゃん頑張ってるねとか言ってくれ、頑張ってるねって、もうありがとうございます本当に。思っていただいている方は、はい、チャンネル登録、いいね、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。またねー、はい。